こんにちは、アンナスです。今日は、刺繍枠スタンドの話をしようと思います。結論から言うと私は使ってないんですけど、一回こういうちょっと立派な刺繍枠スタンドを買いました。形はいろいろあるんですけど、ここに足を入れて、でなんかここに座って固定するみたいな、で伸びるんですね。いろいろあります。いろんなスタンドがあるんですけど、でこの先に刺繍枠、まあ、私は8センチをよく使ってるんで8センチをここにはめて、まあ、これで手が空いた状態で刺繍する。だからもうちょっとこの椅子に、今ちょっとスカートなんで挟めないんですけど、そういう感じで、だからまあテーブルで使う場合はちょっと調整すればいいですよね。こうやって刺繍するんですけど、刺繍するときに、まあ、持ってくれるから楽なんですけど、私はこれ裏に裏を見たいときでなんかいちいちこれをはめ直さないといけなくて、これが面倒で使うのやめたんですけど、なんか昔の YouTube の動画とか見てもらうと、ちょっと挑戦して使ってる時があります。そうなんです。だけどちょっとここが、だからここがもしかしたらものによってはここがこうくるくるってひっくり返る刺繍枠スタンドとかもあるんで、今便利なのがいっぱい出てるはずなので探せば使いやすいのあるかもしれないんですけど、まあ、なんか私はこのタイプでこうやって固定するっていうのがどうしても、なんだろうな、こう刺繍しててなんかこうやったりとかこうやったりとか、なんかいろんな角度で刺したり裏向けたり、結構枠を自由に動かすタイプなので、なかなか難しかったです。で結局チャレンジはしたんですけど使わなくて、例えばそのクロスステッチやってる方とか、刺繍枠の方がいいっていう方もいらっしゃるので、これはちょっと気になる方はなんか安いのでいいので1個ちょっと買ってみて、あんま安いのないかな何千円かやっぱかかると思うんですけど、それ買ってみてちょっと使ってみるっていうのもありだと思います。なんか本当に人それぞれで合う合わないは、これは私は合わなかったんですけど、合う合わないも人それぞれなので、気になる方はもう自分で試してみるしかないかなと思います。では、今日は手元なしでもここで喋っちゃったんですけど、チャンネル登録と、いいねボタンをよろしくお願いします。それではさよなら。